多数のタレントたちを抱え芸能界のトップに君臨し続けたジャニーズ事務所。しかし滝沢氏電撃退社、キンプリメンバーの退所、ジャニーズ帝国がいよいよ崩壊の危機に立たされている。さらに暴露系国会議員のガーシーさんによるジャニー喜多川氏の暴露。今までマスコミはジャニーズ事務所を忖度していましたが、日に日に弱体化するジャニーズに対してどんどんと隠された闇が暴かれていくでしょう。以前週刊現代が報じた事務所内でのいじめの記事、田口淳之介さんがファンに殴られてあざになったと腕を見せてきたことがある。あざの原因は田中聖くんと赤西くんにやられた。田中聖から回し蹴りを食らっている姿を制作会社のプロデューサーが目撃。ファンの前で赤西仁などに、お前カトゥーンにいなくてもいいよ、お前のトークは時間の無駄と言われていたことがある。田口さんは空気が読めないところがあり、それが可愛がられる理由か、今やこの3人はカトゥーンを脱退し、その後問題を起こしていたりしていますが、ジャニーズ事務所にはもっともっと隠された闇がありそうです。芸能界でなぜこんなにドラッグの問題やパワハラセクハラが起きるのかというと、なりたい人売れたい人が5万といる。そういう人たちの中には手段を選ばない人がいるからだそう。ジャニーズ事務所だけでなく芸能界の今まで隠蔽してきた全ての闇が暴かれますように。ヒデさんがお亡くなりになった時に YOSHIKI さんはアメリカから急帰国、自分も混乱しているのに取り乱すファンに対してカメラ前に後追いをしないよう話し、別の機会に知らないと主張していました。親友ならこうするでしょう。 YOSHIKI さんは真の親友ですね。わざわざ自ら命を絶ちましたという方を親友と言われても受け入れられません。今や飛ぶ鳥を落とす勢いの S さん、9月末で鍋プロ退所。そういえば飯島愛さんも鍋プロを退所した後に不審死。田中実さん、尾崎豊さんも移籍や独立して謎の不審死。円満退所キャンペーンやってたけど事務所辞めてから潰されている人かなりいますよね。 S さんのお父様は放送作家なので円満に退所できたのかもしれません。親の力がある人や資産家スポンサーなど何か後ろ盾のあるタレントは独立しやすいんじゃないかと思います。ハッピー集団ともうまくやってるようですし、彼の交友関係は広すぎて誰が本当の友達なのか分かりません。この人たち立ち直るの早すぎて引く。あいつが死ぬわけないとか立ち上がる友人ゼロ。 S も便乗、自分の CD 売るのに必死。一瞬春馬さんの写真かと思いきや、この二人お金儲けにはホイホイ立ち上がる。きっとお二人とも俺の方が顔も良くて春馬なんかより俺の方がすごいと勘違いできるほど自信ありげな顔している。春馬さんに対して愛情も敬意のかけらさえ感じられない。いつかその花がへし折れる日が来るに違わない。この記事、佐藤健さんの態度や女性問題に親友の三浦春馬さんも嫌気をさして距離を置いてしまうようになったと書かれていますが、春馬さんなら励ますはずだと思うし、逆に佐藤さんの方から距離を置いたのでは。真面目な春馬さんと考え方が合わなくなってきたのでは。佐藤主催の合コンに参加したことがあるという20代女性が2人の最低な行為を暴露している。三浦翔平は佐藤の腰巾着的存在なのか、終始佐藤の顔色をうかがいながら場を取り仕切っていたそうだが、合コンに参加した女性陣のルックスがお気に召さなかった佐藤の目配せにより、三浦はブース帰れ、ブース帰れとコールをかけ始めたのだという。佐藤は王様気取りで満足げな様子だったそうである。この話真実だと思う。この現状が答えです。この時以前までは仲は良かっただろうけど、これ以降から徐々に春馬さんへの態度は冷たくなり、追悼コメントもない。ハンサムライブの撮影の時春馬さんに目も合わさなかった。そんな中以前
城田優さんと仲が良かったとされる元実業家の東谷義和さんが、このようなツイートをされています。お金をかけた野球と麻雀がお好きな方なのですね。違法行為ですけど、こちらの方も、三浦春馬さんと仲が良かったとされていますが、確信しました。法を犯すようなことをする人と友達だったわけありませんね。芸能界の闇は、次から次へと暴かれてほしい。いつか、きっと、三浦春馬さんのことを話してくれる方が出てきてくれるはず。もし、よかったら高評価やチャンネル登録、お願いします。We'll be right back.